岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番、表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。打順は5番ロメロ。ホークス制球の乱れからピンチを広げています。ちょっとコントロールが定まっていない印象なんで、立て直してほしいですね。さあ一打出れば同点という局面。まずはインコース、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。変化球打っていった、スタンドファウルボール。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？レフトに持っていった、これは大きい、入った、ホームラン。ロメロ逆転スリーランホームラン。ホークス、ここで試合をひっくり返す一発を浴びてしまいました。ホークス逆転を許します。3対1。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。この回2点ビハインド。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。まあそんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。